はいはいはいさーい。なんでもですね、まあ、ずっとちょっと担当、もうほんと担当ばっかりやってるわけなんですけども、どうもツイッターに話題のレシピというものがあるらしくてですね、ちょっと調べてみたんですけど、山のようにいっぱいあって、どれだか わかんない もう皆さんね、いっぱい情報を、提供してるわけなんです、提供してくれてるわけなんですけども、どれが、どうかわからない 一応パッと目についたのが、はい、こちらのレシピがあったんで、ちょっとこちら試してみましょうか。もう、藁にもすがる勢いってのはこういうことだ。何でもやってみようぜ。というわけで、このレシピを試してみたいと思います。で、彼が火を見ているときという話なんで、一回一回それやるの大変だからね、ちょっと数回だけ、3回だけチャレンジしてみましょうか。なかなか火の方向かないぞって、こっち向いてればいいのかな、左か右しか向かないな、後ろ向かないな、右向いてる時か、とりあえず。なかなか、どうすか、もう一回、まあ一回でね、そんな出たらね、あ、やっぱ後ろ向くじゃん、これで後ろ向いて火向いてる時か、はい、どうすかね、これで。はい。ちょっと開いていきましょう。はい。新たなる刀、いかに。いかに いかにって言われてもな、1時間半だから、そんなに卓は多極くないぞ。まん限り繰り広げ。はい。マンバさ新たなる刀、ん。じゃあ、いかに。あと1回試して、日課担当分は終わりですな。はい。川の下の子です。川の下の子です。はい。はい。ちゃんと火の方向くね。後ろ向いたときか。後ろの右上を向いたとき。難易度高っ。100回、200回をやるのに毎回これやるのはさすがに無理があるな。でもそれで出るんであれば、本当にね、もうやりたい。もうジンクスな。何でも試したい。試したい。なかなか後ろ向かないな。後ろ、いいもあるよ。あ、ちょっと後ろ、ちょっと見てみたい。向かないな、本当に。どうしたの？おい、おいおいおい。あれ？ ちっとも後ろ向かないな。やっぱ、後ろ向くのはレアなのかな？なるほど、なるほど。これ、なんか入ったり、入らなかったりすれば、後ろ向いてる時があるらしいんですよ。ああ、あった、これで、火を向いてるときに押す。あ、レシピ変えてない。ああ、しまった。ちょっとレシピを直しておきましょう。はい。いくつだったっけな？ 800 の？ 800 の803の、ああ、そっか。一回、これ戻って、ああ、そうそう、このとき、後ろ向いて作業をしてるパターンのときに、800の803の893の893らしいです。はい。じゃあ行ってみましょう。これで右を向いてるときですね。あ、今。ほっほっ。ああ、前向いてるときと後ろ向いてるときあったんですね。3時間か 3時間か。新たなる刀、いかに。いかに いかに いかに おー、師匠さ俺の名はん。獅子王。はい。じゃ、こっちも開けときましょう。もう一回やってみよ新たなるう。刀、もう一回。いかに。いかに。もう何度、もうどんなジンクスでも試す。マンバーさん。山ん限り国。よし、行こう。あ、後ろ向いてますね。よし。頼むよー。あー、頼むよー。頼むよー。そっか、こう、後ろ向いてるとき、前向いてるときってあったんだなー。あ、なかなか後ろ向かないな、本当に。へぇー。あ、本当だ、後ろ向かない。かなりレアなんだな、後ろ向いてるときって。あれ？あ、向いてる。ええー、そんなのあったんだ。はあ。
あ、今ちょっと左向いちゃったな。うん、3時間。あ、はい、はい、ちょっと整理していきます。はい、はい、じゃあ開いてみましょう。おお、新たなる刀、いかに、いかに、いかに。おお、どうたぬきさんか。新たなる刀、いかに、いかに、難しいですな。いやでもいろいろ、うん、お川の下の子です。いろいろね、うん、見てきた中でもこの後ろ向いてる時と前向いてる時があるってのは本当初めて知ったんで、これちょっともうちょっとやってみたいですね。うん、後ろ来い、後ろ来い、後ろ来い。ほら、なかなか来ないんですよね、後ろ向いてる時って。もうこっから、あ、違うんだな。うん、ほい、へえ、どうでしょう。さあ、1時間半だな。1時間半だな。なかなかうまくいきませんな。押すタイミングがあとは違うのかな。後ろ、お、来た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 。うん、そう、後ろ向いてるときはもう後ろしか向いてないんですよね。うん、そんな違い気づかなかったな、今まで。次右見たら行きましょう。はい、ちょっといろいろ見てきたんですけども、やっぱりこのレシピが、うん、多いような気がしますね、報告が。はい、ちょっと木炭がきついんですけども、うん、まあでもね、うん、ちょっと、うん、これで10回やってみましょうか。結局レシピで迷ってる。一番最初にね、もう今回は全部893でいきますってあんだけ言っときながらね、やっぱり迷うってね、まあ仕方ないですよ、人間だもの。うん、迷っても仕方ない。うん、でちょっと後ろ気にせずに10発やってみます。はい、でそれでダメなら後ろ気にして10発やってみましょう。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあここからもうね、テンポよくいきましょう。10発これ使用するで。はい、時間見てもね、うん、時間見てもね、うん、はい、いきますよ。じゃあスタート、1、バンバンいきましょう、バンバンいきましょう。1、まあ、あ、そうださん、なんかもうあの意識の概念から外れた時に出るっていう話もあるんですよね。まあ要は物欲センサーから外れた瞬間ですよね。うん、だから全てを忘れて、なあれなんで担当してるんだっけ、あれってなった時に出てくるかもしれない。おお、食大切さん、僕は食大切三つただ。2回3回、うーん、そうだから意識、これでも白山くんを狙いつつも意識から外すって相当難しい話ですよね。いかに、うん、まあでも僕なんかはそれできそうな気もするんですよね。なぜかといえばこう話すのに夢中になってて、うん、たまに目的を忘れてる時ありますから。これ4回目ですかね。うん、だからそう意識の外には行ってる時はなんかちらほらあると思うんですけど、はい、柏さん。ああ、川の下の子です。はい、5回目かな。あ、後ろ向いてる、後ろ向いてる、はい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 。うん、まあ偶然後ろ向いてる時もやっぱりあるわけで、その時にたまにめったに来ない人が、うん、そんなわけでも河川さんですね。うん、普通に来ますね。はい、6回目かな。はい、うん、やっぱり分かんない、うん、分かんない。分かんないよ。うん、1回目、お、食、もう珍しいな、食大金さんそんなに来ないんですけどね。うん、はい、なんかある、あ、後ろ向いてる、後ろ向いてる。はい、7回目、あれ8回目、あれ7回目、あれ分からなくなっちゃった。まあ7ぐらいってことで、はい、7ぐらい目です。はい、7ぐらい目。おお、へしきりさん、へしきりさんもランプこうなっちゃったよ。もうどうしよう、もう前後左右にへしきりさんいるんだって。だからもう肩車するしかないよ、もうこれ以上は。うん、はい、8回目ぐらいいきましょう。あ、難しいな本当に。うん、はい、まあでも覚悟的には、うん、覚悟的にはヒューガ君が184回だったから、
まあ300ぐらいは確保してるんですけども、まあ、出ないときはそれでも出ないような確率っていうのはそういうもんですからね。うん、あ、長曽根さん長曽根小ありがとうございます。じゃあ10回目、はい、あ、後ろ向いてますね、はい、じゃあ最後は狙ってみよう、はいさあどうでしょう、うん、これ手伝い札の方が先になくならないか、うん、山間切さんですね、山間切君広だ、はい、ありがとうございます。じゃあこっからはまた893に戻しましょうか、うん、893に戻して、今日何回やったか忘れちゃったな、とりあえず今の10回やったっていうことで、あと90回これで走りましょう、うん、で今回はもうテンポよくガンガンいっちゃいます、はい、ちょっとどういうカットをしてるかわからないですけども、うん、まあだってね、何回目で出てるかわからないし、出てないかもしれないんで、ここでは何とも言えないですけども、まあなんかうまくカットできたらしてると思いますので、はい、ここからよろしくお願いします。よく見たらここは290なんで、これが200になれば OK ってことだから、うん、ちゃんと数えなくてもいいんだ、あー楽ちゃんと数えなくていいってなんて楽なんだろう。じゃあ頑張ってみたいと思います。おーす、俺は堂々の君まさくに
ゲームの情報、僕は傘に垂れ下げた立ち姿です。僕は少女は霧に浸かれず山の霧空だ。俺は道断金まさくに山の陸上だ。カッ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 カ長曽根小手さん、わしは陸の神吉役者ルークリカ。ああ、川の下の子です。オークリカ、わしは陸の神吉役者立ちした子です。俺を出す。やべえや、震えてきやがった。あと10回だマジか。ちょっと原点に帰ろうか。粟田口なわけで、粟田口の弟を率いるのと同じようなもんです。お兄さんを連れて行こう。これだよ。でレシピも戻そう。基本に帰ろう、うん、あの頃のピュアだった自分に。え、そんな時代あったかな帰ろうぜ。89歳。あ、でも一応あれだ、一応後ろ向いてる時にしよう893。もうダメだ、俺はもうダメだ、これ以上あかん。でもこれが先になくなった分、こっちはまだそこそこ残ってるのが救いようがある気がするうん、じゃあ行くぜ行くぜ。彼が火を見てる時な。よし、見てる。よしよし、もう許してくれ、頼む、俺が悪かったああやばいやばいやばい。刀集めですか。文句はありませんが。あ、長いな、そんなセリフ長かったっけ。うん、むっちゃん頼むよ、むっちゃん頼むわ、ほんと頼むわむっちゃん。はいはい、後ろ向いてますね。時間見ていこうかもう何度も見てきた1時間半を見ていこうか。おー、ほい、1時間半だよね、うん、そうそうそう、知ってた。うん、刀集めですか。アイノーアイノー、いえ、知ってた。文句はありませんが。知ってた知ってた。はあ、ちょっとコーヒー牛乳を飲もう。うん、僕は河川金さん。ああ、コーヒー牛乳で。ルーを愛する分。さあ、泣いても笑ってもあと8回、あと8回だぜ。火を見て、火を見た、撃った。しかもこれが光ってた。もう何がいいのかわからない3時間。はあ。刀集めですか。刀集めようぜ。新しい。
ったらしい、よかったな。集めようぜ。カカ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 。あと何回ラッキーセブンなるか。1時間ですね。ですよね。刀集めですか。知ってた知ってた。いえ、文句はありませんが。文句はありませんが、うん。やばい、やばい。大和の神安定。やばいよ。安定くん助けて、僕を助けて、お願い。もう久々に粟田口全兄弟が正座して待ってるんだからさ、中庭で。お願いします。今ちょっと左向かなかった。間に合ってなかった？うん。おね、あ、しかも時間結局飛ばしちゃった。わし師匠し。俺の名は師匠。師匠し頼むぜ。後ろ向いてる。よしよしよし。頼むぜ。あと5回。あと5回。やばい。あー泣きそう。あー泣きそう。悲しい。刀集めですか。サリワとしてのまだまだ未熟というわけか。我は。俺は。八須賀小鉄だ。あー待ってる粟田口たちに報いることができないのか。あー右を見ろ、左を見ろ、そして右を見ろ。お願い。あかん。刀集めあかん。いえ、文句はありませんが。わひゅーい。八須賀。あと3回。泣いても笑ってもあと3回。頼みます。押す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 。あー押す。3時間。刀集めですか。いえ、文句はありませんが。金さん。俺は言いづらい。金さん助けて。金さん、あと2回なんだよ。あと2回なんだよ。もう2回しかない。あんなにあったのに2回しかないんだよ。うぎょーしゃー。うわー。刀集めですか。いえ、文句はありませんが。河川さん。僕は河川。最後の一回。奴に頼るしかないのか。お供いたします。この差には奴に頼むしかないのか。資源、便利道具、竹に頼るしかないのか。やっぱりね。いや、最後の1枚ぐらいいいでしょ。祈願竹。逃走担当、逃走の際に良いものを入手できる確率上げます。200円だぜ。200円だよ。やっちゃったいや、竹は答えてくれた。一番答えてくれた。俺は竹にかけたいと思う。行くぜ。行くぜ。竹さん頼むぜ。はあ、あーくっ、うわー、ほやー、あーあーでも確かにレアっぽい時間。刀集め。あー、ありがとうございました。いえ、文句はありませんが。あーあ、いやー、やふーい。もう驚かないよ。もう驚かない。この差にはもう何があっても驚かない。ありがとうございました。はい、というわけで全部で400プラスアルファの、白山義満担当チャレンジが終了いたしました。実はなんというかね、ここだけの話なんですけど、明石国行きピックアップだったっぽいっすよ。明石さんのね、はい、
ラブが進みました。やったぜ、イエーイ、ハッハッハハハハ。まあね、まだ日付がありますんで、じゃもうさすがにね、動画の裏で、コツコツ、チャレンジはやっていきたいと思います。はい、あーきついっすねもうなんかいろいろ吹っ切りましたよ。はい、ありがとうございました。うん、これからね、まあ担当は終わったんですけど、これからちょっと地獄のような編集が多分待ってると思うどうしようかなまあそっちも頑張りたいと思います。はい、じゃあね、ありがとうございました。皆さんもあまり無理せずね、資材と、お助け札と相談して、はい、無理のないようにチャレンジ頑張っていきましょう。うん、ありがとうございました。はー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 。